今日はですね、ゴールデンレトリバーキッチンカフェとのですね、開店イベント日だったんですけども、ですね、今日本当お越しいただいた方々ありがとうございます。で、あと大変に申し訳ありませんでした。というのもですね、実を言うとですね、まあ、こう知らない方々に説明すると、非常にこうオペレーションが追いつかなくてですね、提供に2時間かかって材料切れで、お渡しできないというような事態が発生しまして、まあ、到底ですね、飲食店としてこう回っている状態に、なってなかったんで、ならなかったんですね。でちょうどここの今奥の角の席にお座りいただいていたカップルでお越しの方、本当遠くから来ていただいたお様子なんですけれども、ね、2時間以上お待たせした挙句お帰りになってしまったということで、本当に申し訳ありませんでした。もしこの、ね、動画をご覧になっていただいてたらですね、連絡いただきたいんですね。で、じゃあその後お待ちいただいてた方々にはですね、まあ、ハンバーガーじゃなくなっちゃったんですけども、うどん等を提供させていただいてはいたんですけども、そういうことではなくてですね、やっぱりそのご迷惑をおかけしてしまったお客さんに対して、やっぱちゃんとしたいっていうふうにオーナーからですね、提案というかですね、まあ、ぜひそれをちょっと伝えてほしいというのがありまして、やっぱどうしてもその提供できずにお帰りになってしまったっていうところをですね、私も含めてですね、非常に気にしております。はい、なので、もしご覧になっていらっしゃったらご連絡いただければ幸いです。はい、で今終わってからの反省会で、まあ、ちょっとねかなりお見せできないぐらいかなり反省会をですね熱く繰り広げていました。はい、でやっぱちょっとやり始めっていうのは、まあ、言い訳にしかならないと思うんですけど、今後いろんなメニューをやっていきたいっていうのにあたってですね、そうしたキッチンの、ね、オペレーションっていうのは、まあ、ちょっと初歩的な部分でもっとやっていかなきゃいけないなっていうところが強い感じであります。はい、ただ生温かく見守っていただければ、僕もですね自分の、ね、イラストとか自分の名前とかで、プロデュースとして関わってますので、やっぱりそこはちゃんとできるまで、最後まで、責任持って関わっていきたいと思いますので、今日来ていただいた方々で本当寒い中来てもらって、で寒い中お待ちいただいて、で、本当後半の半分ぐらいの方ほとんど材料切れで提供できないっていうですね、散々たるひどい状況になりました。で、ね、まあ本当ね、そういうのって1回あるともうダメなんですよ、通常はですね。皆さん本当いい方々で、ね、怒る方もなくですね、いいよって言っていただけたんですけど、いただいたんですけども、うん、なんかそれってこっちの言い訳にはできないよねっていうのがですね、正直なところです。はい、なのでまたちょっと飲食のオペレーション自体僕がやってるわけじゃないんで、僕は宣伝広告とプロデュースを担当しているところなので、僕の方がねこれからちゃんとしますのでっていうふうなことっていうのは大変言いづらいんですけども、そこは僕も次のイベント等でやっぱ告知する時はですね、そのあたりきちんとこうできてることを確認してから責任持てる形でですね、イベント告知をやっていきたいと思いますので、まあ、今日来ていただいた方また来てもらえると幸いです。本当に、よろしくお願いします。どうもご迷惑おかけして申し訳ありませんでしたというのと、本当に来てもらってありがとうございました。はい、失礼します。